トイストーリー俺はなる。タブーが好きなプロレス相撲とクイズやってきましたね。やりましたね。2人とも共通してて、まあ、トリッピーが突出してるコンテンツ、課金だけで軽自動車1台買えるんじゃないかってぐらい課金したやつね。ということで今回はモンスターストライクに関わるクイズご用意してまいりましたというかゲームウィズさんが作ってくれてました。リンクコメに貼っておきます。僕参加する必要ありますか。いやってでもだってもともとだってモンスターはどっちかというと俺後追いだからみんなの方が先にやってるわ。だから当初の最初の方の知識は俺よりあるはず。今回のクイズに関しては画像を見ていただいたり、アビリティストライクショット友情コンボの構成を見ていただいたり、やばくないそれ、 SS ボイスとかもあるんですけど、はい、それを見てキャラ名を当てるというクイズ。なるほど、ね、なるほど、まあ、第1問こちらは画像です。画像を見てキャラは誰これだーねってことかという話ですね。第1問、はい、ででん。あーはいはいはい、まあまあまあ、まあ、あ、思ってたのと違うわ。ででで思ってたな、モザイクかかってた。タムーさんの推しキャラじゃない。そうそうだね。じゃあせーので言ってみましょうか。せーの、ルシファー。はーい、正解、ルシファー。じゃあ第2問、はい、この画像を見てもらいます。第2問、ていええ、ヒント出しましょうか。超絶クエストさんの、はい、超絶クエストですのキャラってことでしょ。はい、超絶のキャラ、超絶、超絶ですよ。あー、いたねじゃあトリッピー何ですか。怪名獣。大正解、怪名獣進化でございます。あー、第3問、これさあ、爆絶、お、いいですね、タムさん。爆絶でさ、はい、サメとか出てきてサメ同時に倒さないと次のステージ行けないやつ。サメは出ないですね。ああ、じゃあ知らねえや。え、これ見た目から何属性かわかります。水でしょ。違います。ああ、終わったわ。ニラカナだと思った。闇、闇、闇闇闇闇っす。あ、なんか貫通になったり反射、そう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 、もうトリッピー分かってますね。さっきなんつった、ニラかな。はい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 、はい、あとはやってるよ絶対。アバロン、はい、アバロン、ニラかな、うん、木はシャンバララだよ。おお、光はあれだ、エデン。おお、闇闇はなんでそれだけピンポイントに分かんない。なんで闇だけ分かんない。闇だけマジ分かんない。頭文字だけ言ってくれ。もうね答えなんだよな。何文字。2文字。え、和名、わめやめ、漢字、刹那、ひらがなで読むの2文字、うん、漢字も2文字だし、あ、読み正解あのさ、あの学生服着てるやつだ。あ、わかる。そうだね、帽子、ね、あ、あの子爆絶なんだね。さあ、4問、水、ん、闇っぽいでも闇です、闇、闇、なんもピンとこねえ。あれ、そんな絵だったっけ。でもそうか。でどうぞカルピー、答えよ。カエサル。大正解。見たことあるし。ない。え、第5問、はい、あ、分かったこれ第5問は簡単でしたね。これは分かった。これは爆絶だね。大黒天、超絶。でもさっきの爆絶で怪しかったから、そのその次、その次の次だね。3週目爆裂だね。2週目高校生だったじゃん。あー、蓬莱ね。そうそう、それのシリーズの次だ。あ、どうぞ。どうぞ。アルマゲド。イエス、正解でございます。見るわ。そうそうそう。で、こっからがむずいっすね。
体力もアビリティストライクショット友情コンボでキャラを当てろ。ドン。いや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 、赤滅のオムニバス殲滅やな。殲滅、こっちの画像見せておくかな。飛行の長裏くらい、それでわかんわかん、まあ、分かる人は分かるんだろうね。頭文字を言うと、はい、て、て、テンペスト。テンペスト知ってるんですか。テンペストです。わかりましたね。テンペストはあれだね、オリエンタルトラベラーズの限定、うん、あ、そうなんだ。そう、大変だもん。キラーレーザーストップゲージなんとかアンチ魔法陣、闇です。号令拡散弾、闇貫通ですね。闇の貫通で号令、メイン友情トライデントレーザー L。 トライデントレーザー L サブが爆破拡散弾、闇貫通砲撃、砲撃キラー開けましょうか。はい、サムライキラーですね。あれちょっと待って、あ、でもサムライか。うん、一人出てんだよ。ほう、サムライキラーだったっけ。でも確かに砲撃で友情強いなーで一時期使われてた気がするんだよね。うん、中国の方ですか。おー、そうですね。じゃあ多分合ってるかな。じゃあいきますか。孫昌子、正解。トヨチは簡単ですよ。 SS ボイス、お、見て、あ、見る、あ、SS ボイスを見る。我を見たな。我を見たな、うんうん、我を見たな、我を見たな。俺の弾は持ってないです。これヒント、来た、早い、行け行け。刹那、正解。刹那でございます。俺の弾は持ってないんで。一体だけ持ってない。第9問。マジで SS ボイスですね。はい。フーフーしちゃう？ピーピーしちゃう？これにて。ちょっと待って。来た。フーフーしちゃう？ピーピーしちゃう？あ、来た。まあでも、ここにヒントが詰まってる。このボイスに。フーフーしちゃう、ビリビリしちゃう、すごいヒント詰まってる、うん、フーフーしちゃう、うん、ビリビリしちゃう、もうこれにて重複完了ね。重複かな、重複完了ね。フーフーって何、冷ましてんでしょ。何で、息で、うんうん、風、うん、ビリビリは雷だ。おお、でうん、そこまで出てて、出てない。出てこなかったら多分持ってないんだろうね。うん、トリッピー行っちゃってください。風神雷神。大正解！どれどれ。風神雷神ですね。使用回数0回。カビ化の状態で0回で取ったよ。ラスト問題は風神の数字。敵むずっ。ええ。だいぶ手こずってきたけど今まで。2020年4月13日時点の画像にします。これを見て、誰かでください。え？どういうこと？意味が分かんない。あ、誰か当ててくださいってどういうこと？いや、多分意味分かんないよね、うん、意味分かんないよね。トリッピーは分かるんだ。これ、うん、モンスターのところで右上のところのアイコンを押すと、みんながこのモンスターで、はいはいはい、そう、どのクエストクリアしてるかみたいなのが、はいはいはい、見れるんですよね。322で、緑でしょ、だから東で。カナン？一人出てきたけど、カナンで使うか。あ、ちょっと待って。一人出てきたよ。すごーすごくね。でも2体出てきちゃった。2体出てきちゃった。いや、それもそれで当たってたらすげえんだよ。すげえな。片方がや。2021年 ?2020 年。2020年。4月13。2020年。でも出てるよ、多分。多分出た年だよ。ほう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 。来た。行っちゃいますか。でも最初マナが出てきたの。でも、はい、マナじゃない気が。マナ重心化してないし、
でも2020年の4月、多分知ってない。マナを多分カナンでは使わない。うんうんうん、うん、でマナを外した時にもう一人出てきたのエクスカリバー。大正解。エクスカリバー。怖いこの人。みんなのクリアステージ分かることある？非属性には絞り込めないじゃん。3の奥でしょ。あそうか。ジョヤベル。ジョヤベル。汎用性が高いとかめっちゃ強くてどこでもいけるみたいなやつって思った。なるほどね。でその2020年代で多分日だろう。はい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 、はい、で結構その時に一世風靡してキャラだろう。なるほどね。でマナとかエクスカリバーってなった。10問無事全問正解ということで。すげえヒントもらってたけど。いやモンスターストライククイズ王ここに爆誕しました。やばいやばい。さすがですよ。この動画が面白いと言っている人がいれば続編を撮ろうと思っているので、よろしければいいねやコメントチャンネル登録皆さんしてくださいね。ということでまた次回のクイズ動画でお会いしましょう。それではバイバーイ。次は言霊編だよ。誰が知ってる。